第二節フロイトに始まる潜在意識と心理学の神秘体験への挑戦現在精神医学や心理学では精神の作用も原子や分子の物理化学的変化で解釈できると考えていますそしてこのような考え方が精神医学や心理学の正当派となっていますこのような正当派に対してもう一方の流れとして フロイトを創始者とすする精神分析学学派の心理学がありますフロイトはヒステリーをはじめさまざまな精神症状を示す患者を研究していましたが脳や神経に肉眼的に見ても顕微鏡で見ても異常がない状態すなわち難しく言うと病理学的な変化がない状態でも身体的または精神的な症状を示す患者が多くあることに気づきました。 この点を深く追求したフロイトは人間には自ら意識していない意識すなわち潜在意識または深層心理と呼ばれる意識があることを発見しました。この潜在意識は普段意識している表層の潜在意識よりよ化に膨大な情報量を持っており人間の行動様式に大きな影響を与えていると考えられています。その様子は 氷山の9割を占める海中の部分に例えられています。すなわち我々が普段意識しているのは自分の持っている意識の1割程度で残りの9割は自分でも意識していない深いところに存在する意識であるというのです。しかもこの意識されていない意識すなわち潜在意識が人間の行動や病気など人間の運命に 大きな影響を与えているといるとうののがフロイトの主張です自分の心の中にもう一人の自分が住んでいて自分ではわからないが自分の性格や意思決定に大きな影響を与えているというわけです。よく考えてみると人間にははっきりした理由がないのに食事や色彩や音楽などさまざまなことに好き嫌いがあります。 はっきりとした理由は苗がなんとなくあの人とは馬が合う逆にあの人は嫌いであるというような場合を指しますこれらの人間が理屈では説明できない好き嫌いを潜在意識が決定しているのです病気を例に挙げればアルコール中毒症の患者がアルコールを飲むのは悪いことで飲み続ければ自分が破滅するのを知っていながら禁酒できないのは 表層の潜在意識が理屈ではアルコールは悪いからやめなければならないと分かっていても深層の潜在意識が酒を浴びるほど飲んで早く死にたいと思っているからだということになりますフロイトは治療法として初めは催眠療法を用いていましたが後には自由連想法を使うようになりました自由連想法では患者心理学では クライエント、クレントとも言いますをゆったりした寝椅子に横にして患者に心の内に浮かぶ事柄をいろいろ語らせ治療者はその言葉をひたすら聞いていきます。これを続けることによって患者の心の奥底の無意識の世界に押し込められていた思いが徐々に意識の表面に浮かび上がってくると考えるのです。自由連想によって 意識の表面に出ててきた言葉を分析して患者の心の中の無意識の世界のありさまを推察するという方法を用いるのでフロイトの治療法は精神分析と呼ばれていますフロイト流の無意識の世界の活動を重要視する心理学を精神文学派または第一の心理学と呼んでいますフロイトが主張するような目に見えない 意識の存在は確かめようがないから、科学的な議論の対象にはならず、心の作用も原子や分子の物理化学的変化で解釈できると考える心理学の流れもあります。アメリカの心理学者ワトソンは、外から与えられた刺激に対して、どのように反応したかということに基づいて人間を研究すればよいと考えました。 この場合の反応とは行動を意味しますから、ワトソンは行動だけを科学的分析の対象とするべきであると主張しました。このような心理学上の考え方を行動心理学と呼んでいます。20世紀前半の心理学的研究の多くは、ワトソン流の行動心理学的な考え方を基礎に行われています。ワトソンを源とする 自然科学的で客観性を重要視した行動心理学を第二の心理学と呼んでいますしかし1950年代後半になるとアメリカ西海岸を中心に人間が生きることの意味や価値を追求しようとする心理学が登場してきましたこうした考え方に立つ心理学を人間性心理学と言いい自分探しとか自己実現を 研究のテーマとしています心に悩みや心配事などの問題を持って相談所やクリニックを訪れる人をクライエント・来談者・クレントと言いますアメリカの心理学者ロジャーズは人間は本来自己実現に向かう傾向が備わっており真に問題を解決できるのはクライエント本人だけであると考えましたそして カウンセラー相談員内視治療者カンゼロールは本来人間の心の中に存在している自己実現への要求を効果的に援助するような人間関係をクライエント患者内視ダ段者に提供すればよいと考えましたカウンセラーはまず第一にクライエントの心の思いをそのままの状態で受け入れ受容クライエントの身になって その感じ方や考え方を一緒に感じ取り自分の体験のごとくに考えていく共感ようにします。それからカウンセラーはクライエントが語る事柄の内容を要約したりその背後に流れる感情を明確に表現したりします。カウンセラーがそのように対応することによってクライエントはあたかも鏡に自分の心を映し出すように 自分を客観化して眺めることができるのですこのようにしてクライエントがカウンセラーの中に探している自分自身の姿を見つけ出すことができるのですこの過程の中でクライエントはありのままの自分が何を感じ何を考えているのを素直に受け止めることができるようになり次第に 自己概念自分が自分に対して感じている理想的な自分のイメージを修正し自分が希望している生き方を実現できるようになるのです。ロジャーズが提唱した話し合いをして悩み事を受容し共感してクライエントに気づきの機会を与え自力で構成するように誘導する方法をクライエント中心療法と呼びます。この両方の目的は 現実のありのままの自分と、専門的には有機的体験と言います、理想の自分、専門的に自己概念と言いますが一致している状態にすることです。つまり、自分が常に思い描いている理想の自分と、現実の自分と間にあまり大きい落差、ギャップがあると、そこに欲求不満による不適応な状態が発生して、人間的な悩みが生じます。 例えば自分は優等生になりたいのに勉強の成績が振るわないとか長生きがしたいのに病気で早く死にそうだというような場合ですこのような時は話し合いの中で両者の落差を解消してクライエントがだんだん自分のありのままの姿を素直に認められるような心理状態に持っていくのですこのようなクライエント中心療法に 基づく話し合いによる治療をカウンセリングカウンセリングと呼びます現在カウンセリングという言葉は広く日本中に浸透していますがカウンセリングは単なる悩みごと相談の話し合いではなく明確な理論的根拠のある体系的な治療の方法論なのだということを認識する必要がありますロジャーズ流の自己実現のための人間性心理学を 第三の心理学と呼んでいます人間性心理学の理論に基づいてカウンセリングを行っても悩み事が全て解決できるわけではありませんまた癌などの深刻な病ではカウンセリングを行っても単なる気休め程度にしかならない場合が多くしばらくすると人間性心理学の方法論も効果に限界が見えてきましたそんな中 1960年代後半に自己実現からさらに進んで自己超越をテーマとした心理学の分野が開かれてきましたこの心理学はトランスパーソナル心理学トランスポートパーソナル B コロズと呼ばれ文字通り個を超えることを目指す心理学で第4の心理学と呼ばれていますトランスパーソナル心理学では意識や無意識また 行動とか自己概念とかいった従来の心理学の枠組みを超えてそもそも人間とは何かとか生きる意味とは何かといった以前は哲学や宗教が扱っていた究極の問題をテーマとするようになりました。トランスパーソナル心理学の成立に大きな影響を与えたのは仏教の禅や洋画や道教といった東洋の哲学や宗教です。 禅や密教教などのの東洋的宗教の修行法、例えば瞑想などによって得られる神秘体験や超越体験は自然科学的な方法論では解明不可能とされ研究の対象とはされてきませんでしたしかしトランスパーソナル心理学は魂や霊性など以前は主に宗教が扱っていた領域を含む人間全体を対象としようとする心理学です トランスパーソナル心理学の第一人者ケン・ウィルバーは人間が知識を獲得する方法は3種類の様式3つの目があるという説を立ています第一の目は空間時間物質からなる外部世界を知覚する肉体の目第二の目は哲学倫理そして心そのものに関する知識を得る理智の目第三の目は さまざまな超越的現実の知識に達するための目想の目です。超越的現実とは、神仏や霊魂や悟りといった非現実的な世界を意味しています。ケン・ウィルバーは、科学は肉体の目に基づくが、現代では科学が他の2つの目を抹殺してしまったと主張しています。このように、 トランスパーソナル心理学は目で見え科学的に扱える世界を超えて目で見えない世界にもその探求の触手を伸ばしているのです最近医療現場では従来の精神医学的治療の枠組みを超えたスピリチュアルケアスピリチュアルケアの必要性が叫ばれるようになりましたスピリチュアルケアという言葉は日本語に訳すと霊的治療となりますが 霊的治療というといかにも宗教的なニュアンスが強いため日本語にせずスピリチュアルケアという言葉のままで使われていますこのスピリチュアルケアもトランスパーソナル心理学的な視点から出てきた言葉でケン・ウィルバーの「雄大三の目すなわち黙想の目で見る世界なのです」このため古い既成概念にとらわれた見方をしていると正しく理解することができません 最先端の心理学では神仏や霊魂というような宗教的な概念もその研究の対象となっているのです。